本日のおもてなし福岡は博多の豚骨ラーメンの源流と言われているうまうまです。地下鉄祇園駅から徒歩1分ほどで博多駅からも10分程度で歩ける距離です。博多ラーメンの発祥には諸説ありますが、白龍軒さんや赤のれんさんよりも少し前の時期に屋台から始まったお店と言われています。歴史あるお店ですから、ここは源流系を注文してみましょう。チャーシュー丼もあるんですね。替え玉と悩みますね。チャーシュー盛りだくさんです。チャーシュー好きにはたまりませんね。スープは現代のこってり系の豚骨とは違い、醤油の色合いが濃い感じで、あの赤のれんさんにも見た目は近い感じがします。あっさりしていて美味しそうですね。チャーシューは赤身のタイプで、古系のお店の中でも大きめなカットのタイプですね。極細の平打ち麺、この感じいいですね。スープが絡んで美味しそうです。この平打ち麺タイプ、実は大好きなんです。早速麺の方からいただいてみたいと思います。最高です。あっさりしていながらも旨味が深い、これは歴史的なうまさですね。あっさりしたスープ美味しいですね。うまうまさんは昭和16年創業で、福岡に最初にできたラーメン店と言われていますが、もともとは屋台でした。そして創業時はサンマロというお名前でしたが、その後店名をゴマロに、そして現在のうまうまに変更されています。創業時は太平洋戦争が始まる直前の時期でしたから、ラーメンといえば鶏ガラでした。物資不足のため鶏が手に入らず、やむを得ず豚骨を炊いてラーメンを作ったというのが、うまうまさんの豚骨ラーメンの始まりと言われています。ちなみに今回お伺いしたのは祇園の本店の方なんですが、呉服町の方のお店ではお昼限定で、創業時のサンマロさんの屋号のお店で豚骨ではない醤油系の二毛作店舗を展開されていますので、ぜひそちらにも足を運んでみてください。やはり平打ち麺はスープの絡みがいいですね。たっぷり入っているチャーシューいただいてみます。これは美味しいですね。なんだか高級なハムのような味わいです。この麺が本当によくスープに合うんですよね。若干レア感の残るこのプリプリチャーシュー、このタイプも大好きなんですよね。間違いなくうまいですね。チャーシュー丼と悩んだんですが、結局替え玉にしてみました。お
お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、なんと替え玉は平打ち麺ではありません。どちらも好きなんで問題はありませんけどね。実際に平打ち麺とは少し麺の絡み方が違うみたいです。細麺タイプでもこれは美味しいですね。ごまと胡椒で少しアクセントを加えてみます。割と他県の方は豚骨ラーメンというと濃厚なものを想像される方が多いようなんですが、昔ながらの豚骨ラーメンはこういうあっさり系が博多には多いんです。あっさり系のラーメンはいくらでも食べれるぐらいどんどん進みますよね。馬山さんは屋台出身ということなんですが、そもそも日本の屋台がいつからあるのかというと、なんと遡ること江戸時代なんだそうです。当時は握り寿司やそば、天ぷらといったすぐに提供できる食べ物が屋台で提供されていたようです。